本日は9月に植えたい野菜を独断と偏見で選んできました。ああ、9月ってもう終わんねん、早出せろお前。あ、これはじゃあ今いつやねん、9月もう下旬やん、お前もう早急にあのこれを出したい。これよってもう普通10月やろ、もうこの段階で取んねやったらお前。はあ、ほんまや。私の選んだ5選わかりますか？わからないでしょうね。ではまずいきましょう。なんなんお前。5位玉ねぎ。ああそうなんや。これ玉ねぎって種でできるのを知らなかったです、私。あ、そうなん、種でできるの。はい、9月に種をまいて収穫は翌年の春ということで。あ、結構かかんねやな。なんか種のイメージなくないですか？なんかもう見た目が球根っぽいし、なんかあ、種なんやっていうちょっと驚きできました。うん、玉ねぎはお好きですか？もう普通やな、普通。あ、でも甘くなるよな、何でも。オニオンリングとか、やっぱ焼いたりしたら甘み出るよな。そうなんですよ。なんなんお前。4位、ほうれん草。ああ、ほうれん草。私はまあ子供の頃はほうれん草は嫌いでしたが、まあ今は割と好きかなと。でこれは9月に種をまいて10月から11月に収穫できるということなんで、うん、早いですね、もうすぐ。ほうれん草はでもなんかいろいろそう、成長早いのは聞いたことあるな。でその肥料によっても影響がすごい変わるっていう。全く肥料あげへんかったら全然草生えへんっていう。やっぱ葉っぱ系ってなんかファーッとなるんですかね。レタスとかも早いし。そうなんでもう植えてすぐ収穫がやってみたいっていう人はおすすめです。うん、で次3位、はい、カブ。これ大根とよく似ていますが、収穫までに大根ほど時間がかからず、サラダなど生でも美味しく食べられますし、煮るとトロトロになって美味しいです。あ、で9月に種をまいて、これも10月から11月にはできると、収穫が。うん、だったらもう、カウイな、それやったら。え、何ですか？カブイな。カウイって今言いました？え、全然興味ないんですか、私の独断と偏見。全然興味ないな。分かりました。1位は、あ、で2位から当ててもらおうかな。あ、難しいか、やめとこう。ヒント出したら嫌じゃん。あ、えっとねこれ言ったら多分一発で当てれると思う。ヒントあげましょうか。これを言ったら多分二宮さんは当てれるヒント、二宮さん家の庭作りの最初になんか庭掃除の時に転がってました。うん、あー、ニンニク。ピンポン。ニンニクかどうか知らんけど、ニンニクの匂いがめっちゃしただけで。ええ、これはもうあらゆる料理の名脇役であるニンニク。うん、最近では黒ニンニクとかも人気です。店で買うと高いニンニクですが、栽培すればリーズナブルということで、うん、9月になったら畑にリンペンを植えるだけ。リンペンっていうのはそのいわゆるニンニクのミーンの部分らしいんですけど、それをポンって転がしたらできるみたいな。あ、そうなんや。あ、だからコーナンとかあのホームセンターにミーンだけ売ってるもんな。あれそういうことなんや。そうですね、なんかあれをもうポンってやったら多分できていくみたいな。めちゃ楽。あ、すごいね。はい、興味あるわ、ニンニクは。虫除けにもなるしな。いいですよね、なんかドラクラとかもこうへんって聞いたことありますしね。そのさらっとさ、その園芸とかのところでドラキュラの話おかしくない？そのドラキュラどっちかっていうとオカルト側に行くやんか。ここで普通にそのドラキュラ対策できますもんね。日頃から来てる人みたいな、それと。1位はね、もう分かると思うんですよ、今までのこと考えたら。大根ね。1位は大根ということで、今まで散々本当にやってきました、ペットボトルや牛乳パック栽培など。まあまあこの大根がやっぱりいいかなと。そうです。だいたいまあ収穫まで80日かかるんですけれども、なんか大根作ったって嬉しくないですか？嬉しいの、確かに。で、めっちゃくちゃ種類あるんですよね、あの種。あ、めっちゃある。だから人気やから売れるから、多分いろんな品種改良して病気に強かったりとか、はい、めちゃめちゃ太くしたりとか早く育つとか、だからいろんなパターンがいっぱいあるね。そうです。どれにしたらいいねんっていうくらいあるんで、ぜひともなんかこうピンときたやつ、大根をやってみていただけたらいいかなと思っております。思っております。いかがでしたでしょうか、私の5選。まあまあまあ、とっても楽しかったでしょう。うん。
もう疲れてるよな。何本撮り今日？5本です。最後にこの話だけっていうのはもう眠たくない。頭入ってこへんもん。覚えてませんね、おそらく。もう覚えてないな。まあまあそんなところで、また10月になったら10月の野菜選んでみようかなと。まあ二宮さんに。いや早出さなあかんね、お前それやったら。ああ10月の、まあ、あの雑誌と一緒やで、お前10月号を9月に出すみたいな感じなのに、だいぶ乗り遅れてますね。そうお前もう9月のもう次10月になるのに9月号やっと出したみたいな。やばいよ。しまったしまった。じゃあもう次は、先取りをどんどんやっていきたいと思います。はい、はい、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。帰れ。さようならでございます。カットカット。夜を信頼、昼は園芸、塗り替える記録、記憶にいっぺん芝居でいい、芝刈っていい、コースするゼロのエンターテイメント、新たな心もセンス光るエントランス、始まりはラジ的に Always 突然、麦わらスタイルにつなぎは清掃、土いじり常に草木に栄養、花言葉に繰り感じる生命を経験